こっちだ。ボス。ボス。みんな来たか、これ。来たかじゃないんすよ。ボス。何ですか。ごめんな。いや、ごめんなじゃないんすよ。分かってましたよね、絶対。わがままなボスだったな。時に分かってましたよね、絶対。そんなことないさ。いや、あんた、俺たち家族なんじゃないの？家族だよ。家族置いてくの？家族を守るのが親の務めじゃねえのか？俺たちどうしたらいいんだよ。お前たちは俺がいなくたってもうやっていけるさ。お前たちに言っときたいことがあるんだ、はい、ケイズの名前についてのことを言っておきたい。この町で新しく組織を立ち上げるときにケイズという名前をつけた。それは GFLS というのを継ぐため、魂を継ぐケイズっていう意味でつけたって言ったけど、違うんだ本当は。まあ意味的に合ってるんだが、ちょっとしたからくりがあってさ、ケイズの名前の下半分に実は GFLS が隠れてんだよ。そういうことか。だから俺たちは GFLS なんだ。GFLS はファミリーのためにボスが身を捨てるっていうのは代々の流れなんだよ。なんすかその嫌な流れ。俺は満足だよ。お前らにそうやって愛されていけるなら満足だ。ありがとう、本当にありがとうな。満足って、あんたの満足で俺らが楽しむことなんじゃん。ボス、ああ、それは俺のわがままだ。あんたに勝ってないんすよ。飲んでくれ。お前が俺に勝つなんて10年、いや10年じゃもうダメだな。言ってくれよ最後まで。ドラゴンもさ、付き合い長いんだろあんたたち。ボスが明るい態度でなんか予想って出ていくときに、そうなんじゃないかみたいな、なんか悪い予感はしたけど、みんなさっきのその一言を信じてたんだけど、まあ GFLS のこともわかるから、その歴史も知ってるから、だからって今やってることが正しいとは限らんぞ。俺ら置いてかれたらどうすんの。あとこの原因になったあいつら俺絶対許さんぞ。町の人間に対してどうやってもガンになりそうなあいつらを俺は許せとは言わんよ。ドラゴン、お前には最後の指令だ。なんすか。市民には迷惑をかけないようにあの悪の目を詰め。はい、最後なんて言わないでほしいけど、それは分かりましたよ。他のみんなもここ最近のあの流れおかしいと思ってただろう。町を食い物にする奴らを許すな。わがままで俺は行っちまうけど、ずっと見てるからな。す、いや兄貴、おう、ここだけ聞いていい？なんだ。楽しかった？ブラと過ごした時間満足だった？満足なんてもんじゃねえよ。お前らと過ごした時間が俺の宝だ。悔いはない？悔いはない。パパテラ言えたりやんなら絶対絶対にこうしたんだ。悔いはない。わかったよ。兄貴は言い出したら聞かないからな。いいよ。それが聞けただけで僕はいいよ。じゃあもういいな。見送りに来てくれて嬉しかったよ。こっからいなくなってもお前らは俺のファミリーだ。手を取り合って仲良くやってけ。とりあえずボス。なんだ。俺あんまボスとは長くないけど。ああ。まあ、最後に俺がなんていう言葉をかけてあげればいいかわかんないけど。まあ、ここにいるみんな含め、まあ、ボスもそうだけど、なんか俺の判断が合ってたのか間違ってんのか。正直もう受け止められない状況だけど、黙れ、うん、俺が指示したんだぞ。黙れ、お前の判断じゃない、俺の指示だ。それ以上は言うな。それ以上のその内容は言うな。別れの挨拶だと受け取る。分かった。ありがとうな、みんな。ありがとう。いかんすか。じゃあな、みんな、ありがとうな。ボス、ボス、ボス、あー許さねえな。これ警察も怪しいと思ってるからな。あんたは違うよな。いや俺は必死でアムさんの死刑を止めた。ってことは、亡骸俺らに禁止してるぐらいだ。ていいの。山家が連れてきてくれると。君たちのことをちょっと。ありがとう、じゃあ待ってる。来た。ボス。ボス。代表者いるか。はい。あのかっこよかったよ、最後の最後まで。マジでパパテラだった。最後の子ね、俺もう男気を感じたよ。あとお前らでやりな。俺はもうこれ以上は関与してる。さない。俺の車に乗して助手席に。一緒で、シートベルト締めてあげてください。ボス、聞こえてないだろうけど、最後まで運転手で行ってよかったよ。ダメだ、耐えられない。アムさん、なんでいなくなったら私はどうしたらいいんだよ。ギャンガのボスになる背中を押したのアムさんでしょ。なんでいなくなるのねえ。この茶色いところにアントレスさん、ここにね、パテラさんも眠ってるから。ボス、ボスさん、俺はあんたらの家族の一員になれてよかったよ。俺は今回のきっかけになったやつは絶対許さねえ。ただ最高の家族だった、それはもう間違いない。俺はあんたのこと一生忘れないよ。本当にありがとう。ボス、ありがとうございました。元気で。ボス、私のこと
とう、家族にしてくれてありがとう。また木は絶対打ちます。いつも優しい声をかけてくれてありがとうございました。1年前何も持ってない俺をメカニックで拾ってくれて、本当に俺の人生変わったよ。本当に感謝してる、ありがとう。1年前から本当に教えてくれたりしてありがとう。ボス、残って戦うから。ボスはずっと俺のボスだから、何があっても。だからもうちょっとそっちで楽しんでてください。土産話持ってきます。よし、詳細を聞かされずこの姿でここで会うとは思わなかった。俺はボスが望んでないかもしれんけど、こんなことになったわけは絶対潰しに行きます。仲間は家族だって教えてくれてありがとうございました。ボス、いやアムさん、少しの間しか、まあ全然何の力にもなれなかったけど、あんたともっと走りたかった。ありがとう。こんな姿になっちまってな、世話になったよ。最後まで迷惑かけて、最後まで兄貴はみんなの兄貴だったけど、死んじまったら何にもなんねえだろうがよ兄。